10月28日 FX の相場解説ドル円でございます。速稼塾の久保です。今日もよろしくお願いします。時間は朝5時37分です。いや、半値戻しっていうテーマでね、しばらくお伝えしてきました。そして、まあ、ドルがね急落するんじゃないか、ドル円が急落するんじゃないか、円高がむちゃくちゃ進むんじゃないかなってことでずっと盛り上がってるわけなんですけども、まあ、盛り上がってるのは私だけですかね。とりあえずね、半値戻し、これが成功しました。じゃあその辺の映像をいつものように動画を切り替えてご覧いただこうかと思います。3、2、1。はい、これがね、1時間のチャートになりますけども、どうですか、半値戻し。半値戻しのポイントはここですよね。ゾーンが左からから伸びてますよね。私が考えたのは、1日のうちに半値戻しだと思ったんで、ここで決済はしましたけども、一旦こういう風にね戻って、ここで半値戻しが成功して、ドカーンとまたね下の方に向かいましたね。これをシンプルに書くと、半値戻しはこういう形で成功したってことなんですよ。私の場合はデイトレードなんで、1日のうちに半値戻しが成功しなかった場合、多くの場合を除いてですね、多くの場合を除いて、もうその日のうちに決済しますんで、ここでイグジットってことになりました。で、その後もう一回ね落ちて、ここで再エントリーすることはできたんですけども、ちょっと私はしなかったですね。で、結果的には半値戻しが成功して、うまいことをこのポイントでひっくり返っていって、あとはドカーンとね一気に落ちていったわけです。このアリゲーターライン、3本の移動平均線もこのように広がっておりますね。これを4時間で見てみましょうか。4時間で見るとすごくわかりやすいです。こっから始まったスタート、そしてこれが底値になりますけども、ズカーンと落ちた後で半値戻しですね。半値戻しが成功して、そして一気に戻っていったということでございます。で、このネックラインを超えて、今度は103円の方向に向かうんじゃないかなってことが伺えますね。最初の売りが始まったのはここでしょ？ボカーンといって、半値戻し。ここも半値戻しなんですよ。ドカーンといって、半値戻し。だから、3回目もドカーンといくのかなと思いますよね。これによって、高値切り下げ、安値切り下げが、まあ見事に起きているということも言えます。こうですね。はい。では、デイリーの方を見てみますよ。デイリー、デイリー。はい。これがデイリーなんですけども、こちらのポイント、こちらのポイント。横に、ぶーっとね、線を引いて、で、こういうような形で下がってますよね。まあ、コードも言えるんですけども。さあ、それではね、こちらの、底。ね、底のラインを、3線と言いますかね。ガツンと行って、ガツンと行って、ガツンとほら、トライアングルができてるでしょ？ディセンディングトライアングルが。ってことは、これ、大きく下に、ブレイクする予兆であるとも言えるんですよ。こういうのを見込んで、さらに、週足か。週足も見てみますよ。週足はこれですわ。ね。右肩下がりでしょ？移動平均線3本見てください。下の方に、順調に降りてますよね。途中ね、スケベ心を出して、この売りの流れの中にも買いがあるから、その買いも取ってやると思ったんですけども、ちょっと難しかったですね。だからこれからは、売りの流れの中で、瞬間的な買いを狙うってことは考えずに、とにかく売りでいくと。売りで、もしね、逆撃を食らったら、そのまま放置して、酔い腰にしてまでも、まあ、売りで、取り戻していくっていうことをやってもいいのかなと思ってます。はい、いかがだったでしょうか。相場解説が、ね、非常に分かりやすくって、勝率が今年かなり上がったって方が何回かね、メッセージをいただきまして、これからも相場解説を続けてくださいということなんで、もちろん続けます、言われなくてもね。そうではなくて、相場解説を見続ける人ができますかってことなんですよ。もちろんね、マスターして相場解説私の方が必要なくなったっていうならいいんですけども、なんかね、もう諦めちゃったみたいなことがね、起きると非常にもったいないですよね。やっぱ一度は FX で身を立てようと思ったその志っていうのは、いつも忘れずに、初心忘れるべきはずではないですけどもね、やっぱりね、初心がすごく大事なんですよ。基礎がすごく大事です。基本がしっかり抑えられてれば、私の相場解説もその基本の中からしかお話ししませんからね。だから分かりやすいのと、基本が分かると大体勝つんですよ。で、勝っていくから続けられる。続けられるから基本がさらに濃くなっていく。そして応用編もついていくと。応用編がついていけばさらに勝てるようになるんで、今度はお金も増えていくっていうね、そういうサイクルができます。最初は 0.01 ロットみたいな、その10円ベッドみたいなね、そんなところから始めると思います。私もそうでした。4年前ですよね。でも、やっぱりね、年単位でやってると、それはね、勝てるようになります。どんなことも。FX 難しいと感じてらっしゃる方も、年単位でやるとね、もう勝てるようになるんですよ。で、年単位でやって勝てない方は、ただ単にやる密度が薄いんですよ。それしかないです。1日のね、やっぱり FX に投じる時間が5分10分で1年間やっても、それはなかなかなんですよ。だからやっぱりね、時には、休日を1回潰してね、朝から晩まで10時間やるとかね。まあ時間だけではないんですけども、3時間やって1時間休憩取って3時間やってみたいなことをやったりとかね。少なくともその継続してしっかりと身につけていくってことが必要になってきます。まあそのために FX のね、基礎講座ってのをやってます。今日今ね、試験をやってもらってます。中間テスト。で、これが終わると、今度ね、第2章が始まりまして、第2章は15話で構成されてます。15日間連続でまた、カリキュラムがね、1分程度のものが送られてきて、それが終わると今度は期末テストってことになってます。そうやってね、最初の1ヶ月半ってのは終わっていくわけなんですけども、もう1ヶ月半が終わると、そうなんですよね、3ヶ月の大体重めのコースだったんで、半分終わっちゃうわけですよ。ということでね、これからでも参加できますんで、ご希望の方は動画概要欄から、FX の基礎講座のアンケートに答えていただいて、それでお待ちいただければ私の方から連絡させていただきます。それではね、今日は以上でございます。失礼します。
はい、おはようございます。速稼塾の久保です。今日は10月29日朝6時10分の相場解説をお送りしますね。昨日一昨日とですね、半値戻しの後に急落っていう警告といいますかね、私から言えば警告です。これは本当にこうなる確率が高いんでずっと申し上げていたんですけども、まあそういうことをね、相場解説で申し上げておきました。で、結果が出ましたね。半値戻しの後急落しました。まあ急落って言ってね、イメージとしてはズバーンとね、ものすごく下がるみたいな、50ピップスぐらいいくんじゃないかなみたいなイメージがあったと思いますけども、まあね、2、30ピップスいけば十分取れますよ。今回みたいにものすごくね、特徴が顕著の場合は取れていけると思います。いかがだったでしょうか。それでは画面を切り替えて振り返ってみますね。3、2、1か。はい、今ご存知のように日足がありますけども、日足で注目する点っていうのはこちらのね、意図せずラインが出ちゃいますね。こちらの方で下支えしてるところを突破したら大きく下に行くんだよってところでね、私はここに線を引きましたけども、人によってはこの辺に引いてるみたいです。私はまあこの辺ですかね。ここを突破したら大きく下に行くんじゃないかなってことで、これからもね、セルの動きっていうのがこの日足を見ると大きく出るんじゃないかなと思ってます。アリゲーターは3本こういう風に広がってますよね。で、なんとかトライアングルってやつですね。これ上手に出てますね。だからこれをね、ブレイクとして見るのか、もう一発ぐらい振りかぶって下に行くのかっていうところがありますけども、まあね、おおむね下にの流れが大きいのが3発来てますんで、まあこれがもう1回ぐらい実現するんじゃないかなと思いますね。で、4時間ですね。4時間は半値戻しの後の急落が結構顕著です。ここからね、大きくドーンと下がってきて、じゃあ半値戻しあるよーっていうことで半値戻しがこう来ましたね。大体半値戻しで、ここと符号するでしょ、ネックラインと。ここからも来てますよね。で、半値戻しの後、大きく下に下がってきてます。私の考えてるネックラインここなんで、初心者の方は、ここからセルに入ればいいんじゃないかなってことですよね。私はまあ根っこから取っていきたいなと考えてますけどね。はい、ということで、今、上昇の赤いラインも出てますんで、もう一回上がってきてですね。で、ここから、まあ、下に下がるとは言えませんけども、まだわかんないんでね。ただ、移動平均線を見るに、大きな下落の流れをきれいに書いてますね。ですから、もう一発ぐらい、売りに向かう勢力が残っているんではないかなと思います。で、1時間で細かく見てみます。1時間はね、急に冷静になるんですよ、動きが。というのが、まず最初のゾーンは、ここから引っ張ってきます。ここはうまいこといきましたね。ここに当たって、ここから始まった、このね、上昇の流れが、まあ、こうはなりましたけども、半値戻しを完成させて、その後、一直線に一心不乱に戻っていったと。まあ、これ細かく見るとね、N を描きながら戻っていったところがわかるんですけどね。で、これ最後の N じゃないかなと思うんですけども、これがもしかしたら移動平均線を見るに、この下の流れがね、1時間ではですよ。1時間ではもう横ばいに向かってますから、こっからセルのエントリーをするのは、ちょっと私はね、あんまり好ましくないかなと思います。まあ、ただ、とにもかくにも、ここでセルのチャンスは十分取らせていただいたんで、今回はね、いけたんではないかなと。もちろん根っこから入るとね、一番美味しい105円台で入ってますから、ね、70ピップスぐらいはあったんですけども、それを全部取れる人は、まあ、とてもじゃないけど、いないと思います。ここでね、40ピップス前後が取れれば、まあ、同じじゃないですか。ですから、半値戻しの後に、もう一回書きましょうか。何色で書こうかな。青。赤でいきましょうか。だから、半値戻しの後にね、半値戻しの後に、急落っていうことで、捉えていければ、十分チャンスはあったんじゃないですかね。ずっとそのこと申し上げてきましたから。だから、ここで1日かけて、ここで2日かけて、落ちるのは1日ですよ。だから倍速で落ちてるわけですから、急落と言ってもいいんじゃないですかね。まあ、今回もうまくいったなというところでございます。以上かな。はい、今日は以上でございます。ご覧いただきましてありがとうございました。